しこうちゃんは立派な狐妖怪になるためには村の外に修行に出ていくことが多くなったので、弥勒様とサンゴちゃんは随分家族が増えて賑やかになっていた。サンゴちゃんの弟琥珀くんは妖怪に苦しめられている人たちのために強い退治屋になる修行の旅に出ている。ちなみにノミノミおばじいちゃんはニャーンガミョーンコブリアー風の下で、コウガくんはあのアヤメちゃんと祝言をあげ養老族のお頭になったって聞いた。リンちゃんも楓ばあちゃんに預けられて暮らしている。セシュマーが連れてるのかと。楓が言ってた、人里に戻す人間らしいぞ。どっちでも選べるように。あ、師匠丸様、カゴメが戻っていますね。お兄さん、あれ、なんかすごく嫌な顔した。あんたね、すげえ嫌な響きだった。なんと気やすいやつ。一言文句言ってまいりましょう。うるさい、殺すぞ。これからもきっと少しずついろんなことが変わっていき、私はここで生きていく。運営者と一緒に毎日を積み重ねていく。